ウィンターミーティング中の12月5日に。私たちは彼に会ったよ。正直に言おう。私たちは翔平と会って話をした。うまくいったと思う。とドジャースタジアムで交渉したことを暴露して物議を醸したドジャースのデーブ・ロバーツ監督。背番号17のユニフォームを身にまとう大谷翔平選手の姿を入団会見場の最前列に座っていつも以上に穏やかな表情で見守っていました。特設ステージ上での記念撮影の際も笑みが絶えず、むしろほっとしたかのような表情を浮かべていた同監督。しかしドジャースと大谷選手の新たな契約内容などが明かされていく中で、ロバーツ監督は大谷選手に関して彼を本当の意味で理解できていなかったと意味深なコメントを残しています。あれだけ入団を喜んでいたはずのロバーツ監督を困惑させてしまうほどの大谷選手の思いとはどのようなものだったのでしょうか。今回も大谷選手に関する最新の海外の反応を紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただき、あなたの考えをコメントで教えてください。それでは参りましょう。新指揮官ロバーツ監督が衝撃を受けた大谷の真の思いとは。私には理解できていなかった。大谷選手の加入でベッツ選手、フリーマン選手らとの最強打線に期待がかかるドジャースですが、ロバーツ監督は大谷選手の加入に関して、プレッシャーはもちろんあると思うが、最も高い期待を背負うのは我々が夢見たこと。野球界にとってもドジャースにとってもスポーツ界の話題の中心となった今日は素晴らしい一日になった。とてもエキサイトしている。正直言って未だに自分の方をつねっている。過去にメジャーのユニフォームを着た人間の中で最も才能ある選手が今やドジャーとなったんだ。彼のような選手に対しドジャースは長期にわたって真意を見せ、信頼を築き上げてきたし、その絆は今後さらに強くなっていくだろうと期待を寄せました。そんなロバーツ監督は現役時代、俊足巧打の外野手として知られたとはいえ、成績が特別に傑出していたわけではありませんが、2004年途中にレッドソックスへ移籍し、ヤンキースとのアリーグ優勝決定シリーズで流れを変える二刀に成功したことで一躍脚光を浴びることとなりました。その一方で2009年の引退後には血液がんが発覚するなど生命の危機にも直面しています。闘病生活を経て克服した後には現場のコーチとして復帰、ドジャースの監督に就任した2016年にはナ・リーグ最優秀監督に選出されるなど、指導者としての才能が一気に開花しました。テクノロジーの進化に伴い球界全体が詳細なデータを駆使し戦術を探っていく時代、文武両道だったロバーツ監督は学業も優秀で名門 UCLA 卒業後メジャー入りします。ただロバーツ監督の場合、必ずしもデータ偏重というわけではありません。これまで投手交代のタイミングなどで批判を浴びたことも少なくありませんでしたが、基本的には各選手とのコミュニケーションを重視するオールドスクールの匂いも忘れてはいない人物です。ロバーツ監督は日系人であり出身は沖縄県那覇市です。当時同地の米国海兵隊に勤務していたアフリカ系米国人の父ウェイモンさんと日本人の英子さんの間に生まれ、その後父の複数の不妊地を経てサンディエゴに定住しました。幼い頃から軍人としての厳しさを持つ父にメンタリティの重要性を説かれ、日本人特有の礼節を重んじる英子さんの優しさを受けて成長。空腹になればおにぎりを頬張り、大好物のカレーライスを平らげていました。ロバーツ監督自身は日本語を話せないだけに、英子さんは私がもっと日本語を教えておけばと悔やんでいるそうですが、メジャー屈指の球団の監督となった今もなお日本が特別な思い入れのある国であることに変わりはないようです。柔軟な思考を持つロバーツ監督はすでに大谷選手について外野手としての出場も視野に入れるなど、既成概念に固執することなく起用法を探り始めています。我々は非常に興奮している。この状況に本当に興奮している。球界で最も才能のある選手をドジャースのユニフォームを着る選手として迎えられる。これほど興奮することはない。最大限に期待されるのは分かっている。このように語ったロバーツ監督。大谷選手は日本ハム時代、野球人生の恩師ともいえる栗山英樹監督と出会い、常にコミュニケーションを取りながらメジャーへの道筋をたどりました。その後のエンゼルスでは毎年のように監督が交代する環境に身を置き、苦難の時期も経験しています。日本人特有の思考や文化を知り、
厳しさと優しさを兼ね備えたロバーツ監督は、新たなスタートを切る大谷選手にとって最高の指導者、そして最良の理解者になれるのでしょうか。ネット上では、ロバーツ監督は満面の笑みでしたね。よほど嬉しかったのでしょう。大谷選手と対面した時の情報を思わず漏らしてしまったことに監督の人間性を感じます。すでにこの時に監督は大谷選手の入団を確信したのでしょう。ワールドシリーズ制覇を目指す大谷選手と同様な、ドジャースの球団首脳が来シーズンどんな野球を見せてくれるか楽しみです。ロバーツ監督もかなりの努力家だったのが推測できます。翔平さんの全てで努力する姿が嬉しくてたまらないのでしょうね。そしてまさか日本生まれとは初めて知りました。翔平さんが欲しくてたまらなかったのもうなずけます。ロバーツ監督も翔平さんのドジャース決定は感無量だったことでしょうと、大谷選手の今後に期待する声が並びました。今回大谷選手がプレーオフの常連であるドジャースに入団したことで、目標であるワールドシリーズ制覇の可能性が高まっています。そんな大谷選手の勝ちにこだわる姿勢を目の当たりにしたロバーツ監督の驚きを、米メディアヤードバーカーのリカルド・サンドバル記者が伝えています。ロバーツ監督は大谷選手の勝利への意欲とリーダーシップを以前から評価していましたが、彼は非常に競争心が強い、謙虚さもあるし才能もある、しかし私は本当に本当の意欲を理解していなかったと、大谷選手の勝ちへの意欲が想像をはるかに超えていたことに気づき衝撃を受けています。大谷選手はこれまでプレーオフに進出した経験がありません。しかし2023年のワールドベースボールクラシックで侍ジャパンを世界一に導いた時の姿からわかるように、勝利に対して特別な気持ちを抱いているのは確かです。大谷選手に対してサンドバル記者は、2017年以来初めて新しいチームを選ぶ機会を得た彼は、ドジャースを選んだのは自分の願望を明確にした勝利への意欲のためだと言及しています。ネット上では、 WBC でも送りバントで出塁し流れを変えるなど常にフォアザチームが頭に入ってる選手だと思う、投手と DH の二刀流激務をこなしながらも常に全力疾走するのが大谷翔平、 WBC の準決勝戦、村上宗隆の逆転サヨナラ打を呼び込む流れを作った先頭打者二塁打を打った後に二塁ベース上で雄たけびを上げてベンチに向かって鼓舞する姿は本当にかっこよく、チーム勝利のみを最優先する姿勢は常に彼の選手としてのプレーの根幹にあると思う。ドジャースではムーキー・ベッツやフリーマンらが精神的な支柱となりリーダーシップを発揮しているとのニュースを読んだけど、大谷翔平も今後はドジャースの勝利に向けてのリーダーシップ、キャプテンシーを発揮していく選手になると思う。本当に来季からのプレーが楽しみだ。飽くなきチームの勝利への執念とも言える大谷選手のスタイル、ともすればオーバーワークになっても勝つためには自己犠牲をも厭わないところもあると思う。それが空回りばかりしていたエンジェルスとは違い、ドジャースではうまく噛み合った結果が期待できるはず。スター揃いのドジャースでも大谷選手のキャラなら問題なく活躍できると今まで以上に応援したいと、大谷選手への称賛の声が並びました。そんな大谷選手の契約内容についてまたしても驚きのニュースが飛び出しました。契約期間中の年俸は200万ドルしか支払われず、2034年から2043年にかけて残りの6億8000万ドルを受け取ることになるとの報道でメジャーの話題を一挙に集めていた大谷選手。またアンドリュー・フリードマン編成本部長の下で初めてとなる完全トレード禁止条項を持っており、オーナーのマーク・ウォルター氏やフリードマン氏がドジャースと関係がなくなった場合、大谷選手は退団することもできます。これに加えてさらに大谷選手の契約には通訳の水原一平氏も引き続き契約するという条件や、ドジャースタジアムで行われる全試合のスイートルームを保証すること、年俸の 1% をロサンゼルスドジャース財団に寄付することも盛り込まれていたことが新たに発表されました。この契約についてボレリ氏は、ドジャースは大谷と10年7億ドルというプロスポーツ史上最高額の契約を結んだが、それ以外にも数々のユニークな内容が含まれていたと言及しています。ネット上では、本当にお金にはあまり興味がないのだなと実感すると同時に、勝つことへの情熱は誰にも負けないと分かりました。ドジャースもこの契約の内容が大谷選手のどれほどの勝ちへのこだわりか、自分が譲歩できるギリギリのラインで全てドジャースに全振りしている重さというものをひしひしと感じていると思う。決して、やった、財政的に余裕ができた、
ってだけでは済まない。何が何でもワールドシリーズで勝たなければいけない。重い契約かと、オーナーも逃げることは許されないのだし、球団への寄付もあるとは大谷選手の強い意志の表れだと思う。怪我をしたことによって残された時間のことを考えたと言っていましたが、契約内容にそういう強い思いを感じました。約束した張本人がいなくなって、約束と違うことが行われる苦い経験がこの契約に反映されている。モレノは自分の考えに同意できないエプラーを利用して、大谷を口説かせ、大谷を手に入れた後は自分の考えに同意しないエプラーをイエスマン GM と入れ替えた。モレノは優勝願望のかけらもない儲け主義者。純粋な大谷は汚いモレノに騙されたも同じこと。この契約は優勝願望のかけらもない球団で、客寄せパンダにさせられたことを悔いて学習したことを表していると、ドジャースとの契約内容について様々な意見が上がっていました。そんなドジャースは分厚い選手層も強みの一つとなっています。米専門誌ベースボールアメリカによると、マイナーのランキングで投手は2位、打者は1位となっており、上昇軍団と呼ばれるにふさわしいチーム作りを進めています。2023年まで11年連続でプレーオフに進出しているドジャース、今後も明るい将来が期待されるデータがあります。同氏が公式 X に記したところによると、データ解析ツールスタッドキャストの投球データを解析した結果、マイナー球団のランキングでレイズが1位、ドジャースは2位、ヤンキースは3位でした。さらにプレー解析システムホークアイによると、打者のランキングでドジャースが1位、ヤンキースは2位という結果に。マイナー球団の充実はメジャー球団の成績に直結します。大谷選手は今回のドジャースとの交渉の際に、選手育成の哲学とマイナーリーグの状況について質問したといいます。チームの将来を見定める上で欠かせない要素だったのでしょう。現在だけではなく、将来的なチーム状況も視野に入れて勝ちを見据えている大谷選手の本気を感じさせられます。 SNS では、ドジャースは常にトレード不可のプロスペクトを抱えている、ドジャースとヤンキースはずるい、というコメントがファンから寄せられるほどです。下部組織も充実しているドジャースの繁栄は今後も長く続きそうです。ネット上では、編成本部長のフリードマン氏の力によるところが大きいのでしょうね。今年のグラスノーのように、若手とトレードしてもまだまだマイナーは充実してる。成績が良いドジャースはドラフトでは高い順位の選手が取れないのに、ドラフト戦略や育成法が本当にしっかりとしてるんでしょう。大谷翔平も全幅の信頼を置いてるフリードマン氏の仕事ぶりをいつかドキュメンタリーにしてくれないかな。すごく興味がありますし、ぜひ見てみたい。大谷さんだって未来永劫に活躍することはできないし、自分が現役バリバリの時にマイナーの選手たちに背中を見せてどんどん育ってきてほしいのでしょう。ドラフトでは不利な立場のドジャースだけど、マイナーでの育成には目を見張るものがあるようなので、入団を決めた一因になった。ベッツとフリーマンが大谷さんと上位打線を組むのだろうけれども、彼らはすでに30代だから、いずれ来るべき時は来るし、繁栄を続けるには自分たちのポジションを危うくするくらいの選手が出てきてほしいのではないでしょうか、とドジャースの今後に期待の声が上がっていました。ドジャース移籍によりチャンピオンリング獲得に大きく近づいた大谷選手、契約や交渉内容からも大谷選手の勝ちへの強い思いが伝わってきます。大谷選手は新たな環境、新たな指導者のもと、どのような活躍でチームを牽引していくのか、今後も目が離せませんね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。